い、どうも、こんにちは、たかしです。今日も元気でいきましょうね。はい、皆さん、ジャンプ読みましたか？百巻パーリー最中のね、もうとんでもない熱い豪でしたけれども、ちょっとそれについてね、今日も感想を取っていきたいと思います。はい、それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方、よかったらチャンネル登録お願いしまーす。一緒にワンピース楽しんでいきましょう。はい、そしたらまず最初にね、初見のリアクション撮りましたんで、そちらね、最初ご覧いただければと思います。こっからね、ジャンプのネタバレあるので、アニメ派コミックの方々お気をつけください。それでは初見リアクションです。どうぞ。はい、リアクションです。まず表紙が超いいんだけど。もう小田さんのコメントがある、これ。うわー、ポスター。嬉しいね。これちょっと紙でも買わなきゃ。複製限が出ないかな。待って、ワンピの実マジで欲しいんだけど、これ。うわ、早見さんのインタビュー。ちょっと待って、本編に行く前にもうボリューミーがすごい。はい、1024話。何これ？何て読むの？何菓子？え？何菓子って何？え？ウソップが。青塾の覇気。いや、わからねえな。さっきのモノスケの言葉をすべてだろ。ルフィどうなったのってのみんな確かに分かってないのか。ゾロとサンジが大看板相手にしてんだ。同盟は対等だ。いいね。結構もう炎回ってきたね。熱い気がする。私でに仮装済みなんですけど。いや、誰が仮装済みですか。もうみんな戦況が今もう分かってない状況なんだね。敵が城内から湧き出てくる。川松とかはこの辺で守ってんだね。親分衆もそうだね。親分たちもね。押し返せー。わー、やめと。何かぶら、パウー。これ何、結局何なの？覇王色なの？金剛かぶら。何、パウー。やばかいど。もういつも僕を殺す気だった。そうだ、親子喧嘩じゃねえ。おでんの名を背負うなら戦争を覚悟しろ。いやー、もうビブルカードでためって分かったもんな。この間ここで罪か。僕はおでんが好きだ。何何、過去編？カイドさん、鬼姫様。いや、待って、これ鬼姫、これ確定じゃない？これ。一週間も暴れつけ、僕はおでんだ。子供時代ヤマト。かわいい。僕はおでんだ。ヤマト、これはお前がやったのか。覇王色っぽいね。覇王色っぽいね。ほらほら。泡吹いてるよ。お腹が空いて死にそうで、ご飯をちょうだい。覇王色、覇王色、有望だな。だがおでんだならな、死ねヤマト。岩屋の中で、頭を冷やせ、1ヶ月に、閉じ込めてたんだ、ここにね。中には凶暴な侍たちが習慣してあり。え、誰？我が国の大剣豪ども。お前らも同じだ。俺の戦力になるなら出してやる。もう何日食ってない。ここに飯を運ぶぜ。一人分だけな。お侍さんに嫌われることくらいわかる。いや、そうだよな。殺し合わさせる気だ。これ待って、これ、ニンニギでさ、ヤマトのさ、ビブルカードの設定に似た人っぽいじゃない？しかもなんかこれなんか、下月家のゾロに似てる人っぽくないか。いや、その前に、僕を殺すよね。勝たん。食べなさい。侍原など、ちょっと待って。これなんかいろいろと、桃之助が最初に言ってたやつじゃん。めっちゃいい奴らじゃん、こいつら。僕はお腹空いてます。侍すごいな、お腹空かないの。食え。エレイエに言われたな。これ待って、これ牛丸かな？なんかそんな感じしてきたね。似てるよね。ありがとう、お侍さんたち。僕はこのご飯、一生忘れません。ねえ、お腹空いても侍になれますか？僕は、ガキン。お主は、コウズがおでんだろ。待って、俺似てない？何が人でも呼んでくれ。おでん迷い気持ってる。難しい字が多いんです。おでんの子が二神。みんなで読んだんで、ここの人たち。やっぱこれニンニギじゃない？これ。ヤマト、お主の父親、本当に我が子を死なせる気なのか。お主をここで死なせぬことで未来の育成に先生に立つ。20年は拙者たちにはちょっと待てる年月。うわ、この三人誰？でもこれ多分牛丸だよね、これね。かっこいいんだけど、この人たち。僕にだって、信じてくれる人たちはいる。認めてくれる人たちはいる。なぜ僕の自由を奪う？なぜ我が国の自由を奪う？青二世が雷鳴八景だ。雷鳴八景のぶつかり合いじゃないですか。何、めちゃめちゃかっこいいんだけど、ヤマト。来週あるよ。すごい連続で。百貨パーリーやばい。あるよ、来週。かっこよ。はい、今日も皆さんコメント残してってください。いつも本当にありがとうございます。いつも楽しませてもらってます。今日もよろしくお願いします。はい、そんじゃ、行きましょい。はい、まず表紙よ。表紙もワンピの実超欲しいね、これね。もう小田さんがね、もう元々大絶賛な感じでしたもんね。ジャンプのね、刊末コメントでなんかね、フィギュアがね、すごい楽しみみたいなこと書かれてて、もうやっと出たね。いや、もうこれ集めたいなぁ。集めたくなっちゃうな、これ。皆さんどうしますか？これめっちゃいいっすよね。まあ、今回ね、応募者全員があるんで、まあ、そこはね、僕を応募しつつ、まあ、今後もね、集められるだけ集めたいなってちょっとこれ思ってますね。で、ポスターよ。もうこれ最高なんだけど、このポスター。ここが真ん中ってことですよね。前回のところから繋がって、ここが真ん中ですよね。いや、一味全員ここにいんのやばいわ。ちょっとこれ今週 T シャツ作ろうかな、マジで。もうそのくらいの息ですよね。でね、気づいたんだけど、メリーゴーの上にね、ウープスラップ村長います。村長！それ特等席。
ルフィに怒られるところにいるよ、村長さん。ルフィなら許すかな、村長ならね。でも一味もね、メンバーもね、喧嘩してたぐらいだから。っていうのと、あとキッドのね、腕にメルタンいますね。フランキーとぶつかってんのめっちゃいいな。いやーもうルフィ超かっこいいね、これね。一味超かっこいい、マジで。これ複製弦が出てほしいね。繋がったやつね。はい、ちょっともうね、早見さんのインタビューとかも熱いし、ちょっと本編に行くのにすごい時間かかる、今週ね。なかなか本編行けないけど、本編行きましょう。はい、2024は何菓子。いや、何菓子ってもう、かっこよすぎませんっていう内容でしたよね。この何菓子ね。後でまた話しますけどね。いや、まさかのね、おそらくですけど、まあ、ゾロとね、血縁関係にありそうな、下月牛丸っぽいね、感じが出ましたね、今週ね。まあ、それの何菓子でしたね、今週は。何菓子って言われたら全然わかんなかったけど、これあの、某〇〇みたいですよね。某 YouTuber とかいう、その某ですよね。いや、何菓子っていう、何菓子何菓子って何菓子ってなったよね。俺だけ、ちょっと日本語と漢字弱いんでごめんなさい。さあ、行きましょうか。ウソップさん、まず。無理もない、半端な覚悟じゃ。俺の前で意識は保てねえ、ドン。飛び六方消した男。二方狩りの嘘はちょっと俺のことだ。二方はね、飛び六方の二を買ってるから二方ね。いやいや、嘘。嘘よ。ウソップさん。まあ嘘なんだけどね、ウソップの嘘はね、実現するんですよね。これ本当になるかね。今までもね、あの、巨大金魚の話とかでね、もう島食いの話とかも出たし、結構本当になってるからね、なんかわかんないよね。なんかゴッドって言われてるあたりとかも、なんか覇王色使えてもね、おかしくない感じだよね。嘘だけど。なってはいるから。ワンチャンこれも本当になるかなみたいな。で、このウソップが乗ってるのさ、これワニに乗ってんだろうなと思ったの。でもさ、ワニじゃなくてさ、ワニのスマイルに乗ってますね。この人かわいそう。この人よく見て。1ページ目の一番下の子見てください。すんごいこう、すんごいこう頑張りながらめっちゃ重いワニを乗せて、その上にウソップ乗せてる。もうスマイルの人、不憫すぎんだけど、マジで。面白い。こういう細かいとこ、マジでね、たまんない。で、まあ、戦況がね、いろいろ、各キャラクターがね、こんな状況だ、みたいなのが結構描かれましたね。まあ、フランキーとか、まあ、つかめずなんだけど、頼りがねえのは元気な証拠だ、みたいな。ナミがもう何それとか言ってるけど。まあね、そんな中、ベボたちもね、ハートの海賊団の上にいる組も、まあ、頑張ったりしてる中、で、ブルックさんも仮装済みなんですけど、とか言って。いや、自虐が過ぎんだよ。誰もいないし、周り、この時。でも、ロビンちゃんがね、安心してね、この笑いながらブルックにかかられてんのよくないですか。ロビンちゃんがもうこの寝ながらもこうさ、もう笑顔なの。もうなんかロビンちゃんがもうね、完全に成長して、やっぱ仲間にこの背中預けてる感たまんないですよね。で、4階のキッド海賊団がね、描かれたんだけど、今回この人たち初ですよね。まず後ろでね、ヒートがまず口から火入ってます。いや、口から火入って、あんたなんかこのタイミングで火とかはやめて。ヒートさん、ほんとあのこの間のあのルナーリア族でもういろいろみんな大変なことになってんだから、火入ってますね。ヒートさん、なんか前もあったか、描写的にね。なんか改めてね、いや、ヒート結局なんなんこの火、これダイヤル能力何みたいな。で、あとね、横のね、この何、この殴ってさ、なんか衝撃飛ばしてる風の人と、あとめっちゃ噛みついてる人、なんかこの二人はキッド海賊団に名前がありそうな感じですね。今までいたかな、ちょっとごめんなさい、そこまで僕まだね見返せてないんだけど、なんか初めて見るような感じがするよね、この二人で。川松とかね、この辺りで戦ってましたね。特別なんかね、そのボスと戦うって感じじゃない感じなんだね。だからデンジロとかもこういった感じで立ち回ってるのがね、そのあたりまだ分かってないもんね。伊蔵はマルコ助けてたけど、うん。で、からのヤマト VS カイドウ、また描かれましたね、ここがね。まずヤマトが何かぶるね、前もやってたけど、パフってねやつやって、でも弾かれてます、カイドウに。で、カイドウが多分それのね上位なのか、そういった感じの技出したね。混合カブラ、バウ、ガキーンってってね、ヤマト受けてるけど、これ音が違うね。パウとバウだから。もうパウとバウ、どっちが強いですか？バウでしょ。で、ナリカブラはね、もう前にもやってた技で、まあ、あの、要は、音が鳴るね、矢のことですね。ビューってなんか鳴る矢があるんだって。で、混合カブラはね、別に調べても出てこなかったんで、まあ、このね、カイドウオリジナルな感じでしますよね。でもなんか強そうだしね、要は金の音が鳴る矢ってことでしょ。混合だからね。で、このね、カイドウさんがね、もう、ずっと意味深。本当に。カイドウさんと一回ちょっとさ、あの、二者面談したいですね。ほんと、ちょっと面談させていただきたい。ちょっとどこまで知ってんの？ねえ、カイドウさん。あなたは。っていうところね、もう本当にお話し合いしたいんですけど、やっぱさ、今回も改めてさ、やっぱおでんに明らかにちょっと固執しすぎてないですか？元からそうだったけどね。それこそこの、この間のね、ビブルカードでさ、もうタメだったことが判明したんですよね。59歳で。おでんもね、当時20年前39歳、去年でしたから、タメで確かにね、あんだけ強い男にやっぱね、まあ憧れもあっただろうしね。もう死んじゃったから倒せないっていう、この何、寂しさもあるだろうし、人間的な意味でね、多分おでんに固執してるのはもちろんあったんだけど、改めてなんか今回の感じだと、おでんの名を背負うなら戦争を覚悟しよう。遊びじゃねえんだ、ヤマトっていうところと、あとね、一番最後のページなんですけど、一問一答で動いちゃいねえんだよ、世の中は。
っていうところから、なんかやっぱね、このおでんを自分が倒しちゃったことによって、自分個人のね、こともあるし、多分この世界的な意味でも、何かカイドウはね、そのジョイボーイの話とかも知ってるじゃないですか。だからこそ、この和の国に居座る理由、そこにこのやっぱおでんが十分に関わってくるなっていうのがよりね、今回感じましたね。ただの親子喧嘩じゃねえと、まあカイドウも言ってるし、おでんの名背負うからにはもう戦争を覚悟することのレベルの存在だよ、おでんはってことをやっぱ、改めて言ってますよね、カイドウがね。憧れる罪か？僕はおでんが好きだってね、ヤマトも言ってるけど、で要はもう一問一答じゃないと、もう憧れとかそういう話じゃない、俺が言ってるのはそういうことじゃなくて、いろいろあるからっていうのがね、カイドウにはなんか裏がやっぱありそうですよね。どこまで知ってんのカイドウ、お前はジョイボーイになれなかったとかもさ、いろいろ百科にもねなりましたけど、もうなんなん。でもやっぱこのおでんがキーになってくるんだろうなっていうのがあるよね。でヤマト回想編、まずヤマト子供ヤマト可愛い小ヤマト可愛い。いや、こんなんもうちょっと、絶対これもフィギュア出るじゃん。もう、むしろ欲しいと思ったんですけど。ワンピの実とかでね、なんか出ないですかね、これね。わー、これとかでは出そうだな。でですよ。ヤマトさん、覇王色確定。ブーンブーン、もう周りの、なんかザコたち気絶してる。ブーンで、しかもこの気絶してる人の腕に、覇気打倒って書いてある。状況説明タトゥーもある。ドゥーン覇王色、ドゥーン確定、ブーン確定したよ、マジか。まあそうだろうなって感じはしてましたもんね、今までもね。なりかぶりやる時点でね、もうバリバリってなったしね、ライム発見の時でバリバリってもうなってたんで、黒い稲妻のね、感じが出てるから、まあもう、覇王色持ってるし、かつ、まとえるんだろうなって感じがしてたけどね、もう、覇王色持ってるの確定しましたね、今回。ビブルカードではね、そこはね、判明してなかったんですけど、もう早速追加情報来たんで、これもうヤマト2枚目来るでしょ、絶対。覇王色が有望だなってね、カイドウが言ってるぐらいですから。で、かつね、もうまとえるっぽいですね、やっぱね、だから、覇王色が確定したことによって、で今までのね、そのどうなんだろうって描写はまあ多分あれまとえてバーってやってたってことですよね。そして我の国の大剣豪たち、もう侍超かっこよくないですか。ヤマトがね、もうこの中にいたね大剣豪たちに殺されるかと思いきや、カタン食べなさい。え、侍を腹など好かぬものだ。ベン侍好きだ、もう侍好き、侍超好き。めちゃめちゃかっこいいっすね、これね。いや、自分だったらこんなことできないよね。いや、これは心の部分、もうメンタルの部分がさ、よっぽどこの出来上がってなきゃこんなことできないっすよね。いや、侍、ほんとかっこいいね。和の国の侍たちね。もう大剣豪ってもう名前だけじゃないっすね。腕だけじゃないっすね。技だけじゃない。もう心よ。ここよ、みんな。ここ。ここが侍なんよ、ここが。食え。エレイエに生まれたなとか、めっちゃかっこいいっすよね。もうガツガツ、ありがとうございます、お侍さんたち。つってヤマトも食ってるけど。なんかちょっとね、ここね、ほんとは、バラティアのサンジと銀の感じしましたよね。しかもあの時もさ、サンジさ、食えって言ってんですよね。だからなんかこのサンジとね、このね、後で触れますけど、この牛丸さんっぽいキャラがさ、なんだろうね、なんかちょリンクしてんのかしてないのか。なんかそういった部分をね、感じましたね。あい、でも今名前出ましたけど、この人、牛丸さん？牛丸さんだよね。下月牛丸よね、これね。前回ね、まあ、そのゾロとね、まあ、牛丸がウリ二つだと。で、しかもね、リュウマが赤眼の侍だったってこともね、まあ、分かったわけですよ、ゾロのね。ルーツがちょっと分かりつつあったわけで、今回出ましたね。これもうほぼ確定で牛丸さんですよね、これね。下月牛丸ね。リンゴのね、大名ですよね。もう見るからにね、もう見た目ゾロだし、侍っぽいしね。で、あとさ、もう背中にさ、これ一心道場のマークとさ、あともうこれ、下月のマーク、これありますよね。剣がこうやってなってるね。もう 100% やん。100% 牛丸やん。そこに関してはもうそうだよね、多分ね。で、ね、多分二刀流っぽいですよね、牛丸さんね。でね、ゾロもさ、最初二刀流でしたもんね、イーストブルの時。で、クイナのね、形見をもらって三刀流になったわけで。最初ね、二刀流でこう戦っててね、なんかそれがね、おでん二刀流っぽいね、構えでもあったんですよね。いやー、もう牛丸やん。もう100やん。100牛丸やん。で、なんでここね、あえて名乗んないんですかね、これね。何が人でも呼んでくれってね。あえて名前を伏せてるのかね。まあでもなんか侍のね、その生き様ですよね、これもね。もう負けたから名乗るほどじゃないみたいな。そのさ、精神面もやっぱかっこいいっすよね。侍っぽいっすよね。まあだからこそね、このなんか、牛丸かどうなのかっていうのもちょっとね、なんか野暮な感じもしますけど。でさ、そしたらさ、じゃあ、ヤマトがさ、まあ牛丸にね、まあこの恩があったっぽいじゃないですか。これゾロと会ったらどうなんだろうね。ゾロと会ったらね。ゾロとまだ会ってないですもん
ね、ヤマトはね。ゾロを見た時このヤマトがどういうリアクションするかもね、気になるよね。で、そこでさ、このさ、おむすびの人いますよね。一人ね。もう一人はちょっとわかんないんだけど、一瞬デンジローに似てるなとも思ったけど、でも、デンジローの血縁にしては捉えられすぎてもね、年数的にデンジローとは関係ないのかな、でも似てるなと思うのと、あとこの人、おむすびさん。これ最初さ、それこそ、ヤマトのね、ビブルカードで、これね、ニニギってね、その設定画でね、消されてたっていうのと、俺ね、このおむすびっていう人も、俺ヤマトの、これ、初期設定だと俺思ってたんですけど、これ多分別キャラですね。だから俺多分リアクションでニニギニニギって言ってたと思うんですけど、これ、よく見たら多分おむすびっていうキャラクターとヤマトが書かれてるってことだね、これね、きっとね。いや、まさかのこのビブルカードの情報が。ここで出るっていうね。でね、まあ、牛丸はね、亡くなったって感じでね、書かれてたから、まあ、この後ね、カイドウに挑んで、多分破れて亡くなったんだろうね。で、亡くなったは亡くなったと思うんですけど、おでん万有記を一緒に読んでるんですよね。なんかこれもまたすごいですよね。この3人はさ、和の国にいながら世界の全てを知ったってことですよね、おそらく。おでん万有記にね、それが全て書かれてたとしたら。現時点でね、分かってる範囲ではもう、おでんがね、あそこに全てね、記してるっぽいんで、全部分かってる可能性が高いんですけどね。まあ、まだね、このおでん万有記にね、どこまで書かれてるっていうのがまだ確定ではないんで、微妙なラインではあるけど、牛丸もだからね、世界の全て知った上でカイドウに挑んでる可能性があると思うと、なんかまたね、世界の全てを知ったキャラっていうのがまた増えましたよね。ロジャー海賊団とさ、まあ、ヤマトがその可能性があったところにこの3人、ほぼ牛丸っぽいのと、あとおむすびさんと、あとこの分かんない人。で、またここもね、なんかちょっと意味深だなって思うんですよ。このね、おでん迷い記を読んだ後に、これではおでんの言う20年後の戦いを見届けられんな。で、まあ、侍たちが言うわけですよ。で、確かにね、この20年後、今ですよね、ルフィたちがいる、になんか巨大な戦いが起こると言われてるじゃないですか。で、そこでのこのヤマトのセリフなんですよ。僕は、その時は、和の国と一緒に戦うよ。まあ、海へ出てもっともっと強くなってって続くんですけど、その時は和の国と一緒に戦うよって言ってるんですよね。これどういうことなんですか？要は何国々がやっぱ戦うことになるのこれって。で、ヤマトはじゃあその時に和の国と共に戦うよっていうことなんですかね。ここの意味がね、結構ね、実はね、深掘ろうと思えば深掘れるんじゃないかなって思っちゃったんですよね。じゃあ何、例えばね、じゃあ、ウォーターセブンと共に戦うよって人もいれば、アラバスタと共に戦うよって人もいれば、みたいなことをこれ。まあ間違いなくわかるのは、この和の国が、このおそらく、この後に起こるであろう最も巨大な戦いなのか、そこで戦わなきゃいけなくなる立場ってことですよね、おそらく。いや、和の国。まあそれかね、光月家なのか、まあ和の国絡みの何かをまあ背負って、和の国と共に戦うって意味だとは思うんですけどね。まあこれはね、妄想予想ですけど、この後起こるであろう最も巨大な戦いは、やはり光月とか、その和の国っていうのが重要になってくる可能性が大いにありますよね。もしかしたらそこはさ、別にその最も巨大な戦いってね、例えばまあ黒ひげなのか、シャンクスなのか、海軍なのか、革命軍なのか、の戦いかと思ったけど、我が国もそこ、むしろこの後絡んでくるんだっていうのがちょっと思ったんですよね。あ、でも、これ言ってたのが、全然この我が国での戦いのパターンもあります。わかんない。なんかさ、おでんが言ってるのがまだね、ちょっと微妙なラインですよね。和の国にこのね、つわもんたちが押し寄せるっていう話はしてたんだけど、その後の話なのか、今のこのルフィたちの戦いの話なのか、この辺がまだちょっとね、謎は残るんですけど、あれちょっと俺なんか間違ってるかもしれない。ちょっと百貫パーリーでね、頭がこの今週ショートしてるんで、ちょっとなんか違ったらごめんなさい。変なこと言ってたらごめんなさいね。で、ラストですよー。自由 VS 支配ですね。ここもね、もうなんかさ、やっぱ、もうワンピースをやっぱ一貫しているテーマというかね、ワンピースが戦うキャラたちが戦うゆえんっていうのがやっぱ自由を求めて戦ってる人たちじゃないですか。まあそのうちの一人なんだな、やっぱヤマトもっていうのはね、より感じましたね、このセリフで。なぜ僕の自由を奪う、なぜ我の国の自由を奪うでからのね、一問一答で動いちゃいねえんだよ、世の中は青二歳か雷鳴発揮だってすげえな、この親子雷鳴発揮対決が見れるとはやばいっすね。いやー、なんかね、だからこそヤマトにやっぱ勝ってね、自由をね、奪い取ってほしいっすよね。まあカイドウが何を考えてね、やっぱこの和の国に居座ってるかっていうのがすごい大事だとは思うんで、そこの理由もね、そろそろ知れる気もしますしね。どうなんだろうね。いや、知りたいなー、カイドウさん。カイドウさんはどこまで知ってて、何を思って和の国にいるの、聞きたい、すごく面談したいです。でね、ここで気になったのが、ヤマトにも信じてくれる人たちはいた、認めてくれる人たちはいた。ここ大事だと思うんですよね。ヤマトにもね、その要は大事だった人、関わりを持った、そのまあ師匠じゃないけどね、心の師匠ですよね。今回この出てきた牛丸たちがいたっていうのが結構大事ですよね。ちょっとこのあたりね、僕もまだ今考えまとまってないんで、また明日ね、それ動画を上げようかなと思ってるんで、ぜひそっちも見たいぜって方ね、グッドボタン押してってください。いつもね、励みになります。ありがとうね。はい、今日ここまででございます。今週も暑かった。百貫パーリー盛り上がっていきましょう。来週ありますからね。来週あるよ。最高なんだけど、マジで。
はい、そんな感じでした。でですね、100巻パーリーね、9月の第1週ね、めちゃめちゃ動画上げたんですけど、またここからね、以前お知らせした通り、ちょっとね、また、まあ、週5か週6か、そのあたりになると思いますんで、あらかじめね、ちょっとお伝えしておければと思います。1ヶ月ぐらいかな？ちょっとだけね、本数は減りますけど。ただその分ね、皆さん過去動画とかね、見てくださった方、本当にありがとうね、いつもね。こうやって最新の動画も見てくれて本当にありがとう。これからもワンピース楽しんで盛り上がっていきましょう。はい、そんな感じでした。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録しておいてください。いつもありがとう。はい、明日も楽しもう。またね。100巻パーリーまだまだ盛り上がっていきましょう。全力でまっすぐに自由求めを